小人たちの向かった先はサンタさんの前。そこでまくしたてたのが長い鼻を持つ大きな生き物のことに、そいつにすごい勢いで鼻息をかけられ、すってんころりん追い払われたこと。サンタの おじさんは話に聞き入りますさらに小人たちのによればその大きな生き物に蹴散らされたところはここからほんのすぐそばブサイクな犬ころの案内でまっすぐこのサンタの秘密基地に向かっているとのこと。